久保さん、今回塾にしましょうか。カブスクールいい,いいじゃないですか。うん。やっぱね、あの、僕もそうだ、おそうだったんですけど、やっぱメインのね、塾というか、バックエンドというか、メインの商品を一個あ、あった方がいいですね。何か、大きいやつ。うん。今、昔まで僕なかったんで、塾作ってよかった、まあ、久保さんも速化塾っていうのを、まあ今も、あの、なんだ。 あなんか前はセミナーをやってたのかなセミナーが速っ塾なのかななんかその塾っていうのを作って、そこにまあ,あのコンテンツがあったりとかして、まあ一つなんかそういうのを作るといいですね。うん。だからそれをまあ作れるようになるといいですよね。メインのスクールやってます、塾やってますっていうメインのその柱看板みたいな。うん。なんかトヨタもね、クラウンをね、またね、発売するらしいんですよね。 なんかそのクラウンってもう結構続いてきたわけですよね。うん、で、今回のそのクラウンっていうのがすごいんですよ。もうなんか全然デザインが変わっちゃって、これクラウンかみたいなね。うん、なんかその名機種というか、看板機種というか、看板娘というか、なんかそういうのがあると、なんかあの、いいっすね、うん。僕も塾や、塾作ってよかったなと思うのは、やっぱその、 まあ、久保さんもね、即下塾っていうのを作ったことによっていろいろ派生したと思うそう。もし即下塾作ってなかったら、多分、派生があんまなかったんじゃないかなと思うんですよね。ただセミナーやってるみたいなね。うん。だからなんか自分のなんか看板商品、看板の塾、スクールを持つっていうのは非常にいいと思います。いってらっしゃい。